香港の旗、現在の中華、人民共和国香港特別行政区の区域は赤字の旗で香港を象徴するバウヒニアの花を白色で描いたものである。1997年までのイギリスによる植民地統治下では他のイギリス海外領土と同様にブルーエンサインを元に紋章を加えた旗が使用された。香港では歴代の旗の衣装と密接な関連がある区章。 紋章についても合わせて扱う。香港特別行政区基本法第10条は区を合成、数意的紫、軽下後期とし、区及び区基条例がデザインの詳細な規格を定めている。香港人を対象にしたデザイン公募など3年間の活動を経て、1990年2月16日の香港基本法基礎委員会第9回全体会議において、 34票対15票で何によるデザインを草案として採用し、全国人民代表大会の正式決定を経て基本法に書き込まれた。1996年8月10日香港特別行政区準備委員会第4回全体会議で暫定使用方法が通過し、1997年7月1日の香港返還をもって関連法規が発行。 変換式典で初めて公式に形容された赤字は中華人民共和国を白く描かれたバウヒニアの花は香港を同時に紅白の二色は一国二制度を象徴する。全体として中国の不可分な一部分である香港が中国に描かれ繁栄発達する様子を表す。五つのおしべの星は五星光期に由来し香港人の愛国心を意味する。 香港の苦笑香港特別行政区の苦笑は紅白2色のみを使ったもので円形である。内側の赤字の園内の衣装は茎と同じでバウヒニアの花が白で描かれている。外周の白字の部分には上部に中国ご飯対字の左横書きで中華人民共和国香港特別行政区と下部には英語で香港具と書かれ左下と右下には星が一つずつ配置される。 詳細は、バウヒニアを参照バウヒニアの花市政曲の旗1979年にイングランド紋章院によってデザインされた市政曲の紋章香港の象徴とされるバウヒニアは、バウヒニアブレイッコナといい、俗に香港蘭と呼ばれることもある。1965年に香港の市議として公式に選ばれ、1999年まで存在した。 非正局のシンボルマークなどに用いられていた。中国語では、通常、要、紫薔薇というが、香港基本法の区域区章についての規定は、紫薇と呼んでいる。1997年6月30日までのイギリス統治下では、他のイギリス海外領土と同様に、ユニオンジャックを関東に配した、青い旗、ブルーエンサインをもとに、 旗の右側に紋章あるいは紋章の一部となった図柄を加えた旗が使用された。1941年12月から1945年8月までは、香港は日本の占領下にあり、日照期が掲げられた。イギリス統治初期の香港の旗については、資料三逸のため詳細は不明である。アグン・タイジ 図香港の紋章1876年から1959年までは若干のデザイン変更があったが、アン・タイジ図と呼ばれる図柄が旗に取り入れられた。イギリスの国章のもとに、このアン・タイジ図を組み合わせたものが紋章として用いられた。これは、イギリス兵が初めて香港島に上陸した際、新軍という女性が道案内したという伝承を象徴するとされる。 貨物が置かれ三人の人物がいる。手前の陸地は、香港島北岸。中国式のホブネチャンクと、イギリス商船の浮かぶ海は、ビクトリア港。向こう側の陸地は、九龍半島を示す。1959年の紋章が正式に採用された後、旗からは消えたものの、この図柄は、高架香港警察のエンブレムや1993年以前に、香港上海銀行が発行した。 香港ドル各県主の紙幣に印刷された紋章などに見られた。香港の紋章1959年の紋章はイングランド紋章院がデザインしたもので、同年7月27日香港政庁が正式に旗と紋章のデザインとして採用した。紋章下部の波打つ海水に囲まれた緑の小島はイギリスが最初に占領した香港島を象徴する。下部の布には赤い字で、 香港具と書かれている。縦の上部は赤字になっており、イギリス海軍とイギリス商船隊の香港に対する影響を示すネーバルクラウンが描かれる。下部は白地で海に浮かぶジャンク2隻を描き、香港が早くから海上貿易を重んじていたことを反映する。縦を左右から支える縦持ちは、イギリスを表す王冠をいただくライオンと中国を表す中国式の竜で、両者の融和を意味する。 縦の上には、左側のライオンに向かい、香港の美少、東方の玉に由来する真珠を持ち王冠をいただく、小さなライオンが描かれている。小さなライオンが、竜から取り上げた玉を、大きなライオンに差し出している図式であるともやゆされた。ありがとうございます。